ディプロドクスは、約1億5400万、約1億5200万年、前の北アメリカ大陸に生息していた、大型草食性恐竜の一種。竜板木、竜脚系ア目竜脚下目ディプロドクスか、ディプロドクス赤に分類される、どうかの模式属である。D カーニジーの全身骨格標本 D カーニジーの全身骨格標本属名は、二重の針を持つものを、意味し、 脊椎骨の形状に由来する。これを受けて漢字では日本語で両竜、中国語で両竜と記す。全長約20から33メートル。アパトサウルスなど他の竜脚類と比べるとキャシャで、体重は比較的軽く10から20トン程度と見られる。最大の特徴は細めの体と長大な尾である。この尾は 強靭な筋肉によって無知のように振るなど主に自衛のために使われたと考えられる。巨大な植物食動物で足跡の化石などから他の竜脚類と同様に群れをなして生活していたと考えられている。頭蓋骨は高さが比較的なく前後に長い。口の前半に鉛筆のようなまっすぐな歯が生えていた。 他の竜脚類では、スプーン状の葉を持つものが多く、この形は、本属も含むディプロドクス化に固有の特徴である。より進化した、キタノサウルス化もこの形に近い頭蓋骨と葉を持つため、一時期ディプロドクス化と禁煙と考えられたが、初期の種の特徴からむしろブラキオサウルスに近いことが分かり、修練進化の結果とみなされることとなった。 この独特の歯で樹木の葉を櫛で透き取るように食べていたと推測される。ちなみに、ディプロドクスは鼻孔の形状などから原生の像やバクのような筋肉質な花を持っていた可能性が指摘されており、そうであれば歯と合わせて彩色に用いられたかもしれない。他の竜脚類と同様、噛まずに飲み込まれた歯は筋肉質の胃袋の中で、 遺跡と共にすりつぶされて消化されたようで、化石の腹部から摩耗して丸くなった石が多数発見されている。海分類は現在4種が有効種として知られている。最初に発見された種はディプロドクス・ローンガスであるが、最も有名なのはアメリカの実業家アンドリュー・カーネギーの援助家で発見されたディプロドクス・カーニジーである。また、2004年、 サイズマソリスハローラムと呼ばれてきた標本がディプロドクス属の一種であることが判明しディプロドクスハローラムの名でもって再分類された下記の内容は左から順に学名、カナテン写、特記事項略号の意味はライコールラテン語による別音 EN イコール英語に見られる発音 JC イコール日本語による別言語風の混合読みディプロドクス属は バロサウルス属とともに、ディプロドクスアカを形成する。これに、スーパーサウルス属を加える説もあるが、アパトサウルスアカ分類説と並立している。ディプロドクスアカは、アパトサウルス属に代表されるアパトサウルスアカ、および、アカミテイノ属とともに、ディプロドクスカを形成する。ディプロドクスカは、ディクラエオサウルスカなどとともにウィップテイルズとして、束ねる概念があり、ウィップテイルズは、 デワッキサウルス類などとともに、リプロドクス浄化を形成する。以上、2010年代初頭の知見。なお、は、遺説あって、不特定の胃。新竜脚類ネオサウロポだ。ありがとうございます。